こんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。今日はですね、早速最近あったプリン事件について皆さんに話を聞いてほしいんですよ。最近ですね、モロゾフでプリンを買いまして、モロゾフってプリンの種類がたくさんあって、で期間限定でいろんな味が出たりするので、よくじゃないですけど、たまにモロゾフでプリンを買うんですよ。で、今回お店に行ったら、ハロウィンのかぼちゃのプリンとか、モンブランのプリンとか、秋のね、限定商品がいろいろありまして、で、わー美味しそうと思って、いろいろね、モナさんは喜んで買って帰っていきました。で、モナさんが買って帰ったラインナップをまず紹介するんですけど、まずかぼちゃのプリン、容器がハロウィンのかぼちゃ型の容器に入っていて、あ、可愛いな、今しかないなと思って買いまして、で自分の分を2個とお母さんの分で合計3個買いました。で、自分用が2個なのは何を2個買ってるんだこの食いしん坊ってね、皆さんに思われたかもしれませんが、最初はこう自分の分とお母さんの分で合計2個買おうと思ったんですけど、店員さんに今なんとかキャンペーンで3個買うとお得なんですよっていうふうに言われて、もうね、私こういうこと言われると絶対断れないんですよ。そう、なんか美容院とかでもシャンプーとかこうプラスのおすすめされたりするじゃないですか。この特別なアロマなんとかがダメージケアがとか言って今日シャンプーどれにします、プラス500円なんですけどこっちはすごくいいですよみたいな言われると断れないんですよ。そう、私はね、本当にそういう人間なので、まんまとかぼちゃプリン3個を買い上げしまして、で、あと買ったのがなんか細長い、それもハロウィン限定みたいな感じの、ね、細長いプリンがあったんですよ。で、私これを、この細長いプリンをインスタかなんかで見て、プリン好きの私としてはなんかこの変わったプリンを食べたいなと思って、今回ね、これを目当てでモロゾフに行ったんですよ。で、そのお目当てのプリンも自分用と家族用で1本ずつ計2本買ったんですよ。そうで、プリンをたくさん買って、ね、もうウキウキでモナさんお家に帰ってきました。で、プリン事件、何の事件が起きたと思いますか？このプリン事件の真相はと言いますと、まさかのこのプリンの味が全部一緒だったんですよ。細長いプリンとかぼちゃの容器のプリン、どっちも同じ味で、見た目が全然違うから、私はね、買うとき同じ味だって全く思ってなくって、そうで、細長いプリンをインスタで見たときはなんかね、ちょっと上の方が紫っぽく見えて、すごくね、ハロウィンっぽいというか、なんか紫芋のなんかなのかなーって勝手にもう思い込んじゃってたんですよね。で、そう、全然違う味だと思って、で、ちょっと種類を分けて買ったって思って食べたら、あれ？これどっちも同じ味じゃんってなりまして。そう、結構ショックでしたね。うん。同じ味のプリンをね、3個も買って食べたんですからね。かぼちゃの容器のプリンもね、1個でいいのに、
なんか乗せられて2個買っちゃうし、で細長いやつも食べてみたら同じ味だし、だったらモンブランとかね、違う期間限定のやつ買えばよかったなぁと思って、最近のショックな出来事でございます。はい、今回皆さんに聞いてもらってプリン供養とさせていただきます。はい、じゃあそんな感じで今日もおやすみラジオスタートです。ということで、今日もおやすみラジオ、リスナーさんからいただいたお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームからお待ちしております。では1つ目のお便り読んでいきます。ラジオネームオーガさんより、こんばんは。こんばんは。寝れない時によく聞いています。お便り失礼します。僕は高校1年生でサッカー部に入っています。僕の高校は冬の選手権で全国には行ったことがまだないけど、常に全国を目指している高校です。県の中でも強豪校に位置しています。僕は小学校ではずっとスタメンで、中学校では一番上手だったのですが、高校に入って全くスタメンに入れず、ずっとベンチに座っています。公式戦に未だに一回も出たことがありません。毎日努力しているはずなのに、周りのレベルについていけず置いていかれます。もっと努力したいのですが、オーバーワークで怪我するのがとても怖いです。難しい話で申し訳ないのですが、どうしたらいいですか、とお便りいただきました。オーガさん、ありがとうございます。サッカーの強豪校、すごいですね。初めての挫折というか、今まで一番上手っていう立場から、ずーっとベンチに座っているっていう状況でね、マーさんは今まであまりスポーツとか部活で青春っていうのをしてこなかったので、私の弟の話になっちゃうんですけど、オーガさんの便りを見て結構なんか弟と似てるなって思いました。マーさんの弟はサッカーじゃなくて野球だったんですけど、小学校の頃からね、地元の野球チームに入って、ずっとエースで4番で全国大会出て、中学校高校と話もらって結構強いところで野球のレギュラーをやって、で弟の場合は高校じゃなくて大学でその挫折というか、初めてレギュラーになれないみたいな状況になって、私も弟がレギュラーじゃないなんてことあるんだみたいに結構びっくりしたんですけど、やっぱね、そうやってね、こうどんどん上に上に進んでいくと、そういう挫折というか、結局みんなね、弟だったらもうみんな今までエースで4番をしてきましたみたいな子が集まってくるから難しいんだろうなーって思いました。これはこう勉強とかでもありますよね。中学校時代はもう学校でずっといつもね、10番以内上位でしたみたいな、それで県内屈指の進学校に入学したはいいもののついていけないとか、こう勉強しても勉強しても成果が上がらなく、成績が上がらなくって苦しいとか、そういうのって結構あるなぁと思って、
それでね、パニックになっちゃったりとか、どうしていいかわかんなくなっちゃったり、自分ってね、あ、本当は大したことないんだなって絶望しちゃったりとか、そう。今までは頑張った分が、頑張った分だけ自分にとって必ずプラスになってたりとか、自分の秀でてる部分が、そう、プラスな状況にあったけど、レベルの高いところに行くと、頑張るっていうのが当たり前の状況で、なんだろう、みんなプラスアルファで頭を働かせるとか、そういうのをやってくるんですよね。そう。だから、そういう状況に放り込まれた時、というか、まあそういうレベルの高い状況が当たり前になった時に、どうしたらいいかって考えると、せっかく周りにレベルが高い人、レベル高い人がいっぱいいるわけじゃないですか。なので、その人たちから盗むというか、うん、真似ちゃうっていうのは一つの手なのかなって思いました。うん。オーガさんのお便りには、毎日努力してるはずなのに、周りのレベルについていけず置いていかれます。もっと努力したいのですが、オーバーワークで怪我するのがとても怖いです。ってあるんですけど、その、体を使って、汗を流して、こうね、ボールと自分の体で、っていうだけが練習とか努力ではないのかなっていうふうに思って、もちろんそれが一番大事だとも思うんですけど、スポーツって結構頭を使うこともすごい大事じゃないですか。まあ、マナさんあんまりスポーツ詳しくないので、マナさんがスポーツを語るなっていう感じですけど、こう、周りにせっかく上手な人がたくさんいるので、その上手い人の理由をね、探ってみる。うん。自分と上手い人、何が違うんだろうっていうのをものすごく細かく見て自分に落とし込んでいくみたいな。なんで上手い人ってこういうプレーができるのかな、あんなことができるのかなみたいな。そう、なんかこう練習練習練習っていうより、こう一個一個考えてみたりすると、こうオーガさんが上手くなるヒントがもしかしたら見えてくるのかもしれないなっていうふうに思いました。うん。あ、とは言っても本当にマナさんはサッカー詳しくないので、机上の空論だったら申し訳ないんですけど、マナさんはね、こうやって YouTube をやってるので、例えば YouTube の話で例えるなら、結構 YouTube 伸ばし方とか、チャンネル登録者数増やし方みたいなね、まあ、YouTube やってる人って誰もが一回は調べると思うんですよ。マナさんも調べたことがあります。で、そういう風にね、こう Google で検索してみると、まずは動画100本出してみましょうとか、まあ、少し前だと毎日投稿しましょうみたいなことがね、ネットに書いてあるわけですよ。うん。どんな動画が当たるかっていうのは分からないし、まずはね、こう最初は試行錯誤して、100本作ってそこからがスタートですみたいな記事がね、結構出回ったりしてるんですけど、例えばある登録者数何十万人って言ってる YouTuber さんが、初期チャンネル登録者数を増やすためにどうしたかっていう話をしてたんですけど、その日本のトップ YouTuber ヒカキンさんの動画を見て、ヒカキンさんの動画一本の中で画面の切り替えって何回行われてるのかなとか、そう、効果音ってどれぐらいの頻度で使ってるのかなとか、そういうのを一個一個数えて、で、自分の動画に落とし込んだみたいな話を聞いたことがありまして、うん。なんかね、そういう感じで、
こう100本、とにかく頑張って動画作るんだとか、その、動画の編集って結構時間がかかるんですよね。そう。それで、なんかこう、ね、自分でゴテゴテ編集して、たくさん時間かけて、労力かけて、編集して、で、全然伸びないとか、そう。とにかく時間、労力使って、頑張るっていうだけじゃなくって、こう、上手い人、成功してる人を、本当に、細かく見て、自分と何が違うんだろう。上手い人の、本当の上手さというか、センスみたいなのを、こう、じっくり見つけるっていうのはね、すごく役に立つことなんじゃないかなって思います。うん。例えば、ヒカキンさんを見て、ブンブンハロー YouTube みたいな。あ、最初に、こういうね、YouTuber といえば、キャッチーな挨拶をすればいいんだなとか、なんかめっちゃ変顔してるな。あ、変顔して、笑い誘えばいいんだなとか、あ、効果音とかね、シーンの切り替えで面白さを演出してるなとか、なんかそういう表面的なところだけを真似する人が多いと思うんですけど、ヒカキンさんの動画のすごいところって、なんかそういうとこだけじゃないと思うんですよ。うん。そこだけを真似したって、なんか、ダメだと思うんですよね。うん。なんかそういう感じで、チームメイトの上手い人を、こう、ものすごくね、よく観察して、分析してみて、自分に落とし込んでいくっていう方法もあるのかなと思いました。うん。で、あとはその、思ったのが、自分一人で頑張ろうって思うのって、結構しんどい時あるじゃないですか。頑張ろうって思える時もあるけど、こうね、落ち込んじゃう時もあったりして、モチベーションが下がっちゃう時もあると思うんですよ。で、そういう時に一緒に頑張ろうって励まし合える人が、今ももしかしたらいるかもしれないんですけど、うん、そうやって、切磋琢磨できるのが部活の良さだと思うので、強豪校熾烈なレギュラー争い、その個々の争いっていうのがあるかもしれないんですけど、何かを頑張りたいとき、一緒に頑張れる仲間っていうのもすごく大事だなと思います。うん。上手い人もたくさんいるし、もっと上手くなろうとしてる人もいっぱいいる環境だと思うので、自分一人で頑張ろう。ね、なんか一人で上手くなろうって、よりその強豪校の環境を生かして、こういい環境で仲間と励まし合いながらレギュラーを勝ち取ってほしいなっていうふうに思いました。うん。ぜひ自信を失わずに、自分の可能性をね、信じてサッカーを楽しんでください。大賀さん、応援しております。続いてのお便りです。ラジオネーム、ルルさんより。はじめまして。たまたま見つけてメッセージ送らせていただきます。21歳大学生です。私は半年前に別れた三つ上の元彼がいます。1年半付き合っていました。お互いこのまま行ったら結婚するだろうなと本気で思っていました。しかし彼にとって私は初彼女で、他の人を知らない彼は私しか知らなくって、他の人とも付き合ってみたいと言われ、私も同じ考えだったので別れました。私が大学を卒業する3年後によりを戻すか戻さないか話す約束をしています。それまではお互い好きにいろんな人と付き合うって話になっています。彼は
彼女が今います。私は気持ちの整理がつかないまま、今は付き合って4ヶ月の同棲している彼氏がいます。彼氏のことは大好きですが、将来仕事をしたい拠点などが違い、結婚は見えません。でも、私の理想とした恋愛を今はしています。大学を卒業したら、今の彼氏とは遠距離になってしまうことから、別れる可能性が高いです。そこから元彼に、とか、最低な考えをしちゃったりします。まだ未練があるまま付き合っててもいいのでしょうか。あと、自分は元彼に未練があるのか、元彼との楽しかった日々に未練があるのかよくわかりません。長文ごめんなさい。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。と、お便りいただきました。ルルさん、お便りありがとうございます。いやー、ちょっと、このお便りをもらって、やっぱりちょっとどこかもやっとしてしまったというか、ルルさんは、誰が好きで、どうしたいのかなと思って、人の恋愛の価値観ってね、人それぞれだと思うので、私の価値観を押し付けるっていうのも違うと思うんですけど、どうなんでしょうね。お互い結婚すると、本気で、思い合っていたのに、他の人とも遊びたい。それでいいよっていうのは、そうなのかな。でも、確かに言いたいこともわからなくもないです。そう、でもなんかこう、イメージで言うと、ちょっとなんか、ネットショッピングしてるみたいだな、みたいな。とりあえず気に入った商品ね、お気に入り登録して、いろんなサイト見たいな、みたいな。いろんなサイト見て、あ、これが一番いいからこれ買おう、みたいな。で、それがダメとか最低っていう風には思わないんですけど、でも本当に欲しいものってすぐ手に入れないと一点物じゃないですか。そう、一点物じゃんって思っちゃったかな。そうね、なんか難しいところですけど、そうルルさんの言ってることもわからなくもないです、本当に。でも恋愛ってなんで難しいかっていうと、心と心じゃないですか。で、心っていうのは読めないし、変わっていくし、で、何より自分の気持ちだけじゃダメっていうのが恋愛の難しいところだなって私は思ってるんですよ。で、だからこう、ルルさんの頭の中で、大学卒業までは今の彼氏と付き合って、で、大学卒業したら元彼のとこ行ってそれだけ結婚するのがいいのかなって考えてても、それがうまくいかなくなっちゃうことがあるっていうのが恋愛だなと思って、元彼もね、実際今彼女がいるわけじゃないですか。で、ルルさんも自分は元彼に未練があるのか、元彼との楽しかった日々に未練があるのかよくわかりませんってあるんですけど、私はその元彼との楽しかった日々に未練があるっていうのと元彼に未練があるっていうのはなんか一緒なんじゃないかなって思いました。付き合ってる人との思い出で、その付き合ってる人と一緒だからこそ感じた感情だと思うんですよ。切り離せなくないかなっていうふうに私は考えました。で、このルルさんの質問の意図がちょっとわかんないんですけど、なんかもしかしたらこういうことなのかなっていうふうに思ったのが、元彼は結構
いろんなとこ連れてって行ってくれるタイプ。で、まあ、結構、ね、いろんなとこ行ったり、いい感じのお店とか連れてってくれる感じで、一年半、いろんなとこ行って、楽しかったな、充実してたな、っていうのと、まあ、今の彼氏は、同棲してるっていうのもあって、こういろんなとこデート行って、っていうのとはまた違って、お家とかね、近場とか、楽しむことが多くて、まあ、でもそれもそれで、幸せだけどね、みたいな。でもその元彼と過ごしたね、まあ、いろんなとこ行って楽しかったな、みたいな。いろいろね、お出かけして写真撮って楽しかったな、みたいな。そういう日々に未練があるって思うなら、なんだろう、そのタイプとして元彼の方がルルさんに合ってるんじゃないかなっていうのも思いました。うん。まあ、全部妄想なんですけど。なんかね、自分の好きな人というか、自分の本当の気持ちみたいなのは手放しちゃいけないんじゃないかなって。だから、ルルさんも自分の気持ちと向き合ってみるというか、自分の気持ちを大切にしてほしいなって思いました。自分の好きなものをちゃんと分かってる、自分の好きなものに気づいてる人って、私はね、すごく素敵だなと思うし、幸せそうだなって思うんですよ。だからこそ、ルルさんの誰と一緒にいる時が一番楽しいかとか、居心地がいいかとか、誰と一緒にいる時の自分が一番好きかとか、なんかそういう風に考えてみるといいのかなーって思いました。なんか最初ちょっとルルさんを批判してるみたいな口調になってしまったんですけど、決してルルさんを否定してるんじゃなくって、なんかね、本当に幸せになってほしいなーって思います。この人と結婚するにはこの人だとこうだからみたいな、なんだろうな、そういう条件じゃないですけど、そういうところよりなんか自分はどう思うのかなみたいな、うまく伝わったかちょっと心配ですけど、ぜひ大好きな人と結婚してほしいなって、幸せになってほしいなって思います。ルルさん、お便りありがとうございました。では続いて、私が最近見た映画やドラマ、読んだ本などおすすめのカルチャーを紹介するコーナーです。今回紹介するのは本、宮下なつさんの羊と鋼の森です。これはですね、何年か前に映画化されている小説でもあるので、ああ知ってるっていう人も多いかもしれませんね。本屋大賞と直木賞の候補になったこともある小説でございます。で、この物語はどの物語かというと、主人公の男の子、高校生の時、たまたま体育館のピアノを調律してた人を見て、それにね、なんか衝撃を受けるんです。そのピアノの音色にすごい引き込まれて、で、自分もピアノの調律師になるんだって決めて、で、調律師になって、調律師見習いとして楽器店で働くんですけど、その見習いとしての試行錯誤みたいな。羊と鋼の森、あらすじっていう風にね、ググると、音楽青春ドラマって書いてあるんですけど、私はね、なんか、お仕事物の物語として楽しみました。私、夏頃から10冊ぐらい、小説をちょっとずつ読んできたんですけど、
その中で一番こう主人公に共感できる小説だったなぁと思いまして、すごくね、ああその感情わかるとか、その状況すごいわかる、その気まずさわかるとか、すごくね共感できる小説でしたね。はい。で、最近思うのが、私が一番本を読んでた時っていうのは大学生18歳21歳とかの時だったんですけど、その時ってまだ自分のアイデンティティが確立していないというか、結構どの物語を読んでも主人公の気持ちに慣れてたんですよ。うん。あんまり本を読んでこう違和感を感じることってなかったんですけど、今大人になって本を読んでみると、わあこの考え方ちょっと感情移入できないなみたいなのが結構増えてきまして、うん、そのあーこういう人いるよねとか、なんかそう考えるのって素敵だなって思うことはあっても、本当に自分が主人公とか登場人物に共感して、ああ自分と似てるな、自分と主人公を重ね合わせて本を読むことって少なくなってきたなっていうふうに思うんですけど、この羊と鋼の森の主人公は結構ね、本当に自分とドンピシャで近いなというか、自分を見てるようだなって思いながら読めたので、すごくね、だからこそ励まされたり、あ、よかったなーっていう風に思いました。なんでこのラジオも結構私の雰囲気に近いというか、うん、まあ、共感してくれる、くださる方も多いので、そう、なんかね、似てるって思う人、共感できる人も多いんじゃないかなと思います、うん、で、この羊と鋼の森の主人公とマナさん、なんで近いなと思ったのかっていうと、主人公トムラっていう男の子なんですけど、トムラはこう自分に才能がないっていうのをすごく思ってて、でだからこそ結構本当にね、真面目に仕事に取り組んだり、その仕事の取り組み方とか、なんか本当私みたいだな、みたいな、うん、感じなんですけど、でもね、それが全然報われないんですよ。そう。で、なんで報われないかっていうと、自信がないからなんですよ。そう。調律師って、その、ピアノがある家とか、お店とかに行って、こうね、音を整えに行く仕事なんですけど、その音って、ピッチとか、まあ、ドレミファソラシドって、音階は決まってるんですけど、それを合わせるっていうだけじゃなくって、こうピアノって音色があるじゃないですか。うん。音楽か。ピアノってっていうより音楽ってそれぞれ音色があると思うんですよ。人によってすごくね、繊細だったり、力強かったり、明るかったり、弾んでるようだったりとかね、なんかそういう人それぞれの音色みたいなものがあって、でその音色の好みだったり弾き方だったり力量に合わせて調律していかなきゃいけないっていう部分もあるんですよ、うん、で、それってものすごく感覚的なものじゃないですか。これっていう正解がない。だからトムラはすごく考えすぎちゃって、本当にこの人にこの調律でいいのかなとか、なんかこういろいろ考えちゃって自信なさそうに見えちゃうところがあって、先輩調律師から見れば、トムラの調律って全然悪くないのに、トムラの調律って
やり直しの依頼が来たり、キャンセルが多かったりするんですよ。うん。で、ある時、その、田村、調律終わって、お客さんとね、最後こう、話す中で、お客さんに、これが一番いい音か?みたいなことを聞かれるんですよ。で、そこで、田村は自信を持って、はいって言えない。本当に、ね、この人にとって、これがベストな調律なのか、ベストな音色なのか、みたいな、考えると、なんか、はいって即答できなくって、それで、なんかやっぱり、そういう雰囲気をお客さんも感じ取って、なんか今回の調律良くない気がするって思っちゃう。で、後日、ね、なんか、やり直し依頼が来るみたいな、なんか私そういうね、自分に 100% の自信が持てないくて、はいとかこれがベストですとか言えばいいのに、そうなんかこう自信なさげだったりはっきりできないところがあって、うまくね、なんかうまくいかないなっていうのすごい思い当たることがあるなって。そう、これ違う人が同じこと言ったら全然問題なくスムーズに進むだろうに、私が受け答えしてしまったからなんかスムーズにいかないなって思うとかね。そう、なんかわかるかな、これね。本当にマナさんと同じような性格で、社会人の人とかはね、私の言いたいことがなんとなく伝わるんじゃないかなって思うんですけど、そういうちょっとした自分の自信のなさが見抜かれる、本能的に相手に感じ取られる、で、そのなんとも言えないもどかしさというかがすごくね、わかるなーって思いました。うん、お仕事ものとして、で、それでも頑張っていこうじゃないですけど、その未熟な自分を乗り越えていこうみたいな、ね、うん。そういう自分の不甲斐なさ、苦さを噛み締めつつ、なんか、頑張ろうって思えるような小説だったなぁと思います。で、この物語のいいなっていうところは、そのリアルな苦々しさだけじゃなくって、その先輩社員とか会社の人って結構温かいんですよ。で、それは普段の真面目な田村だったりとか、まあはっきりね、言い切れない性格とか、でも頭の中ではものすごくいろんなことを考えてるんだよとか、そういう田村を知ってくれてるから、トムラのキャンセルだったりやり直しがあった時に、なんか責めることって言わないんですよ。で、むしろちゃんとトムラを認めてて、いや、お前はいい調律師になれると思うよみたいなっていう目でね、すごく見守ってくれてる。で、マナさんそれも経験あるなと思って、うん、こう自分をよく知らない人とか相性の悪い人、相手だとね、なんかうまくいかないこともあるけど、一緒に働いてる人とか自分のことをよく知ってくれてる人はちゃんと私を評価してくれてたり、ちゃんとね、自分の頑張りを見てくれてるっていうのもね、経験があるので、そう、なんかそういうのも全部私には、なんか、リアルだなというか、本当に自分を見てるようだなと思いながらね、暖かくもあり、こう、苦々しさも感じたり、はぁ、でも、そうだよね。自分と同じ、ね、主人公頑張ってるし、自分も頑張ろうって思えるような小説だったかなと思います。なので、マナさんと似た性格の人、にはおすすめの小説です。宮下夏さんの羊と鋼の森、よかったらチェックしてみてください。
では今日最後のお便り読んでいきます。ラジオネームすももさんより、まなさんこんばんは。こんばんは。いつもラジオを拝聴しております。まなさんのお話を聞いて考え方などをたくさん勉強させてもらっています。今回は質問というか要望になってしまうのですが、まなさん、またグッズの販売をしていただけないでしょうか。実は前回いろいろあって購入しそびれてしまい、あーと結構落ち込みました。冬物のお洋服ロンティとか、あと文房具などがあると学生としてはとても嬉しいです。でも基本何でも嬉しいです。グッズの販売ってどんなことをするのかあんまり想像できないんですが、すごく大変なのかなと思います。無理のない程度でまたいつか販売していただけると嬉しいです。長くなりましたが、これからもお休みラジオ応援しておりますとお便りいただきました。すももさん、ありがとうございます。グッズですね、3週間ぐらいの期間限定でね、まなさん、なんか自分では結構宣伝したつもりだったんですけどなんかやっぱね、宣伝とかって苦手で結構買えなかったですっていう DM をいただきまして、本当にありがたいことですよね、うん、グッズ買いたいって言ってもらえるってね、本当に嬉しいことだと思います。ありがとうございます。ね、お洋服とか文房具とかね、を作るのは難しそうなんですけど、ステッカーを作りたいなっていう思いはね、ずーっとあるんですよ。そうで、今のところ全然目処は立っていないんですけど、ステッカーを作りたいっていう気持ちはすごくあります。うん、マナさんの中ではこうラジオといえばラジオステッカーみたいなところがあるので、ラジオステッカーにかける思いはね、結構ひとしおなんですよそうで、その前のグッズ化の時、あれは一応企業コラボというか、ラブラボさんっていうグッズ制作会社さんから声をかけていただいて制作させてもらったグッズなんですけど、グッズの裏話、グッズ制作の裏話をすると、作れるものって実は T シャツ以外にも結構ね、いろいろあったんですよ。そうで、マナさんは T シャツ3種類をね、前回作ってもらったんですけど、例えばトートバッグとか、なんかパーカーとかロンティーとか缶バッジとかあって、その中にステッカーもあったんですよ。で、まあそのこんなの作れますよっていうのと、まあ、何円ぐらいで販売価格は何円になりますよっていう金額の表をね、もらったんですけど、そのね、ステッカーがめちゃくちゃ高かったんですよそう。でもこれはラブラブさんがね、めっちゃぼったくってるとかっていうんじゃなくて、ステッカーって少量を作るのってものすごく割高になっちゃうんですよ。うん、だから仕方のないことなんですけど、さすがにこれは高すぎるなと思って。だってステッカーってそもそもそんなね、材料的にも高いものじゃないじゃないですか。うん、で、もともとマナさんのお休みラジオのロゴっていうのは、ステッカーになることを一番に想定して作ってもらったロゴだったので、一番作りたいグッズって正直ステッカーなんですけど、グッズだからといってなんかめちゃくちゃ高いステッカーを売るのは違うなと思って、前のグッズ化の時っていうのはちょっとね、作るならちょっと別でもうちょっとね、安い形で売りたいなと思ってやめたんですよ。そうで、まなさん普段からラジオ聞くんですけど、ラジオステッカーってむしろ
無料でもらえるものというか、お便り採用された人が送ってもらえるのがラジオステッカーだっていう認識があるので、こうマナさんの財力ではね、無料でみんなにこうはいはいはいって配ることはできないにしても、なんかもっとね安く欲しいと思った人にはちゃんと全員に行き届くようなステッカーにしたいなっていう思いがありまして、そう、まあ、どれだけ高くても送料込みで500円以下だろうっていうのがマナさんの中ではあって、500円でもめっちゃ高いって思うんですけど、でもそれを実現するのも結構難しいところではあるんですよね。うん、ネックなのはね、やっぱ送料というか住所なんですよね。こうマナさん事務所に所属しているわけじゃないので、その事務所の住所を使って皆さんの元にお送りするっていうのができなくて、で、まあ、特売便みたいなの使うと、例えばねグッズ販売サイトの特売便みたいなのだと本当に送料だけで500円近くかかっちゃったりして、で、じゃあ、まあ、住所借りるか、バーチャルオフィスみたいなの借りるかにしても、こうね毎月毎月お金がかかってくるっていうのでね、ああどうしようかなーってそう悩みどころなんですよね。正直グッズってね、そんなたくさん売れるもんじゃないので、前登録者何十万人っていう人気 YouTuber さんがグッズの売上枚数みたいな報告している動画があって見たんですけど、その方はね T シャツとかスマホカバーとかだったかな、なんか結構ねいろんな何種類か出して、でそれで全部の合計が250枚ぐらいでしたみたいな報告をしてたんですよね。登録者数何十万人で250個ですよ合計。そう、そんな感じなんで、そうなんですよ、結構ねグッズを作るっていうのはね難しい個人でグッズを作るっていうのはね難しいんですよね。うん、で今までねプレゼント企画で古いラジオステッカーを配ってた時っていうのは金銭は発生してなかったので、マナさんの住所書かずにラジオステッカーをね皆さんの住所だけ書いてお送りさせてもらってたんですけど、お金をねいただいている商品をちゃんとしたサービスを使わずに匿名で送るのも良くないしとか、まあいろいろ考えることが多くて頓挫している現状でございます。はい、あでも一応ね実は新しいおやすみラジオステッカーのサンプルっていうのはねできておりまして、もう5月とか6月にはね実は持ってるんですよでめっちゃ可愛いです。そうので、なんかもしよかったら気長にお待ちいただけたらステッカーが出るかもしれません。はい、で正直最近ね忙しかったのもあってステッカーのことはちょっと忘れかけていたんですけど今回お便りいただいたので、あもう一回ちゃんと調べ直そうかなっていうふうに思いました。はい、やっぱねグッズ買って本当に純粋に嬉しいんですよね。うん、なんでねなんか今度はね気軽に手に取ってもらえるというか身近に感じてもらえるようなグッズができたらいいなぁと思ってます。はい、すももさん本当にありがとうございます。ということで、おやすみラジオ、お別れのお時間が近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうか？最近は本当にね、朝晩がすごく寒いので、皆さん暖かくしてお布団に入ってください。はい。では、今日も最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。ここまでのお相手は、佐藤真奈でした。皆さん、いい眠りにつけますように。おやすみなさい。